要緊急対処特定外来生物で刺されると死に至ることもある強い毒性を持つ危険なアリです愛知県によりますと今月20日弥富市の名古屋港鍋田ふ頭のコンテナヤードに設置されていた粘着トラップにヒアリと思われるアリが捕獲されているのを確認周辺を調査したところおよそ300匹のヒアリが見つかったということです愛知県は 今回、発見された場所以外には広がっていないとした上でヒアリを見つけた場合は素手で触らないよう注意を呼びかけています。